皆様こんにちは。大変お待たせいたしました。これより平成28年赤坂氷川祭徳川吉宗公将軍就任300周年記念式典を行います。申し遅れましたが、私司会を務めさせていただきます。 TBS ニュースワードでキャスターを務めております牧彩奈と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは式の始めに、こちらの会場をご提供くださいました東京ミッドタワーマネジメント株式会社代表取締役社長中村康弘様よりご挨拶をいただきます。中村様お願いいたします。ただいまご紹介に預かりました東京ミッドタウンマネジメントの中村です。本日は赤坂氷川神社の新しい宮神輿の完成とお披露目、誠におめでとうございます。私ども東京ミッドタウンは10年前にここにオープンして以来、地域とともに発展していこうというそういう思いで街づくり、街の運営をしてきました。そういった意味では、この今日のお披露目の式典をこの場所で、やっていただけること、この上ない喜びでございます。また、今日はですね、後ほど徳川吉宗公にもこのミッドタウンにお参りいただけるということでございますので、これもまた妨害の喜びと思っております。私どもこれから20年、30年と赤坂氷川神社の今日は東京ミッドタウン町会の会長としての立場で参加しておりますけれども、赤坂氷川神社の氏子として地元とともに、これからもまた発展をしていきたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日は、誠におめでとうございました。ありがとうございました。続きまして、赤坂氷川祭の役員をご紹介いたします。まず、赤坂氷川神社宮司江川義明、NPO 法人赤坂氷川山保存会理事長石渡光一、そして赤坂氷川祭祭礼委員長井出野康政です。それでは役員を代表いたしまして、石渡光一よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、石渡と申します。今日は朝早くから皆さんご苦労様でした。皆さんのご協力のおかげで乃木坂を乗り越えてこのミッドタウンまで無事にこの宮に到達いたしました。また吉宗公の松平健さん、乗馬姿に凛しかったですね。それで乃木坂を坂とも思わずに無事に乗り切っていただいて、ここまで到着させていただきました。凛々しい松平さん今控えていらっしゃいます、はい、皆さん、松平健さんに感謝を込めて絶大なる拍手を送ってください。ありがとうございました。そして明日はですね、
いよいよ大きな神輿担ぐ本番です。初めてなんですよ、担ぐのうまく担げますかね、怒らせたら、ね若い方々は今日は早くお帰りになって栄養のあるものをたくさん食べていただいてね、活力をつけていただきたいと思います。皆さん明日もぜひおみこし家族ところ見てくださいね。本日ありがとうございました。本日もよろしくお願いします。それから皆さん、あのつけまつりっていうんですが、隊列の一番後ろに和歌山から40名の方々お見えいただいて、まるで和歌山の素晴らしいあの行列の お祭りがあるんですね。その中の一つを今日持ってきていただいて、つけまつりとして参加をしていただきました。和歌山の皆さんにも拍手をお願いします。これから和歌山、あの吉宗湖っていうと紀州藩ですから、紀州藩は和歌山、赤坂と和歌山と仲良くしていろんな競技を一緒にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。石渡さん、ありがとうございました。それでは3名の皆様、ご覧ください。今一度大きな拍手をお願いいたします。では続きまして、港区の武井区長からご挨拶をいただきますが、今日は区長とご一緒に赤坂親善大使である3人の人気者にもお越しいただいております。拍手でお迎えください。武井正明区長、そして赤坂面あゆみん赤尾くんです。どうぞゆっくり登場してきます。大きな拍手をお願いいたします。私の近くから赤坂部、そして真ん中が歩み、今ゆっくりと登場しているのが赤尾くんです。はい、ご準備整いましたか。はい、では武井区長お願いいたします。はい、皆様こんにちは。ご紹介をいただきました港区長の武井正明です。今日は徳川八代将軍吉宗公の将軍就任300年のお祝いをいたします。川出し、そして新調になりました宮神輿の、巡行、誠におめでとうございます。この赤坂氷川出しは、ずっと戦前からこの町に伝わる江戸方出しと言われておりまして、江戸城の門をくぐるときに、頭が使えないように人形がですね、出しの中に引っ込むような、そうした細工がされておりまして、赤坂の町に、残されておりましたものを、およそ10年ほど前に、NPO 法人、石渡浩一理事長が今ご挨拶されましたけれども、町の皆さんが力を合わせて、この出汁を復活させようということで、年々、整えられてまいりました。今年は猿年にちなみまして、猿お人形の出汁を復活されました。鮮やかな緑の猿さんの人形をご覧になったことと思います。9体揃いまして、そしてこの300年に合わせて、宮神輿も新調されました。3年ほど前になりますが、港区の CATV の番組にですね、今日もおいでになっております江川義明宮司のご協力いただきまして、氷川神社の境内を借りまして撮影をさせていただきました。その時に氷川出しの保存会の皆様に、出演をしていただき、お話をしていただきました。石渡浩一理事長や今日祭典の委員長を務めておられます稲野康夫さん、委員長、江川玲子さん、皆様の口々に、
か出汁の復興、そして赤坂の街をもっともっと盛り上げていきたい、この素晴らしい歴史を次の世代に次の世代にずっとつないでいきたいと、熱い思いを語っていただきまして、その時にこの300年吉宗公300年に合わせてこの戦災で失われました宮神輿もまた新調したい、そして、出汁と一緒の巡行、連合の巡行をやりたいんだというお話をされておりまして、もちろんそこには、八代将軍吉宗公に、登場していかなくてはいただかなくてはならないということがございまして、赤坂の今赤坂御用地、迎賓館のある、その一帯には江戸時代には紀州、和歌山の藩邸がありまして、港区と和歌山とは深いつながりがございます。そして、その時の夢がまさに、今日叶いまして、素晴らしい巡行をされましたこと、改めまして心からお喜びを申し上げます。私も、列に加えさせていただきましたが、今日は和歌山から小原正弘市長もお見えいただいておりまして、そして若祭りの皆様もこの巡行に花を添えていただきました。本当にありがとうございます。これからもこうした皆様の思いを口いたしまして、行政といたしましてもしっかりと受け継ぎまして、この歴史ある魅力ある赤坂の街、さらに魅力ある街へと、安全の街へと皆さんと共に育ててまいりたいと思います。そして和歌山市とのご縁もさらに深め、双方の住民同士の交流を深め、お互いの文化交流も深めていきたいというふうに考えております。今日また明日も素晴らしい氷川祭を繰り広げられます。皆さんにはどうか十分に楽しんでいただき、そしてこれからもこの赤坂の街を愛して大事にしていただきたいと思います。赤坂を応援する区のゆるキャラ3人は揃っております。これからしっかりと応援をしてまいります。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧されます。そして赤坂面、そして歩み